まずは速報です県は今日う美里町の養鶏場で鳥インフルエンザの簡易検査を行った結果陽性反応が確認されたと発表しました簡易検査を行った13羽から A 型の陽性反応が出たということです遺伝子検査で陽性が確認された場合は飼育していたおよそ1万7000羽のニワトリを殺処分するということです 県はきょう美里町の養鶏場で鳥インフルエンザの簡易検査を行った結果陽性反応が確認されたと発表しました。